今から4つの香りを嗅いでいただき、1つずつ聞かせてください。はい、なんかちょっとだけスーッとするスーッてするんだけど、ちょっと尖ってますけど、割りのあるスーですね。そうです。では2つ目、果物の皮みたいな、皮の方ですね、うん、皮の匂い。では3つ目、これグレープフルーツの匂い、柑橘の感じがするということですね。ではちょっと最後に、これ一番最初のやつをよりなんかウッディーにした感じの匂いがします。この中で一番ピンときた香りは何番目になるの？一番最後のやつ。おお。ではこちら、目を開けていいですよ。こちらはディープブレスになります。こちらを来月の香りに決定させていただきます。来月のおすすめ？そうですね、来月のおすすめの香りに決定させていただきます。次はですね、もう一つあるので、もう一度目隠しをお願いします。それ目隠しする必要あったのかな？お嫌ならどうぞそのまま続けます。なんかいつ香るのかがわからないんだよね。はい、今ですよ。ブレスのタイミングで新商品なんですけど、こちら、はい、ボディミストという名称になってまして、ひんやりするので、はい、ブレスタイミングはよくわかる。両方とも夏限定の香りなので、スーッとすること、爽やかなんだけど、うん、何の匂いだ、多少柑橘の匂いもしますよ。上品なレモンの匂いが、これすごい苦手。あー、これフローラルバラなんですよ。ローズ、ローズが頼りますからね。好きな好き嫌い、ハーバルミントに決定しました。鼻だけ出してほしい。鼻出す。あの4つの香りを嗅いでいただきます。うん、ワン、ツー、スリー。爽やかですね。爽やか、なんだろう、赤いミントな、針葉樹みたいな爽やかな。ワン、ツー、スリー。お父さんみたいな、ヘアトニックみたいな、でも清涼感のある清潔感がある。ワン、ツー、スリー。レモンですか？柑橘系の爽やかな感じ、香りがして、チンでも玄関でも良さそうな感じ。ワン、ツー、スリー。ローズマリー？分かんない、なんだろう、夏系の匂いが、公園の松の香り、松林の中歩いてたこの爽やかな感じ、森林浴っぽい感じ。ズバリどの香りが好きでしたか？最後に嗅いだのが、私はやらせのように一緒でした。本当ですか？嫌いだったの。2番目が脱衣所で上半身裸の男の人がこうやってるイメージ、ちょっとお父さんっぽい感じがして、お父さんの整髪料を嗅いだ匂い。冷たいですか？うん、すごい、こんなにパシャパシャいいですね、これ。全身用ボディミストです。レモングラスとスペアミントと北海道ハッカともう一つが入っている。すごいしっとりする。もちもちしっとりして。すごいしっとりする。それでいて、嗅ぎ込まないと匂わないぐらいの、こう隣にいて全然なかなかなしっとりぐらい。ミントですけど、夏におすすめの新商品。爽やか。ありがとうございます。それでは、来月、こちらの商品をおすすめします。MM のおすすめにしたいと思います。ありがとうございました。